皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは業界の既成概念に縛られない新しい教室のアイデアの作り方についてお話をしてみたいと思います。今日ですね、リビング企業アカデミーという6ヶ月の私の、経営塾みたいなのがあるわけなんですけれども、そちらの、グループセミナーにおいてですね、業界の常識っていうことの話、要はとらわれてるかとらわれてないかっていう話になってですね、とらわれてる人が多いなっていう、それを感じたんですね。で、業界の常識にとらわれてしまっていると、本来見るべきお客様の姿っていうのが見えなくなる傾向が強いんですよ。ですので、例えば新しい企画を作るとか、新しい方に新しいサービスを提供したい時っていうのは、リサーチはする必要はあるんですけれども、それを何て言うかな、データ化して均一化して見るっていう見方はしない方がいいっていう形なんです。あくまでも傾向を見つけるにはいいんですけれども、結局最後見ていくのは個別のお客様の一人一人の状況を把握していって、それに合わせた状態のサービスを考えるときに、どういったサービスがいいんだろうっていうのは、データがあってリアルがあって融合して初めて作るっていう、この手法が一番確実に売れやすいレッスンを作ることができる内容なんですね。ですからデータっていうのは、例えばネット上で調べれば出てきたりとか、自分が知ってる、過去の経験値とか業界の常識っていうのでは調べることができるんですけれども、それをどう加工してリアルの現状に合わせていくかっていうことですね。リアルのお声をどれぐらい聞けるか、ここ結構ポイントになってくるので、そこ外すとですね、頭でっかちな企画の作り方になって、結局外すんですよ、その企画を。だから集客ができない原因っていうのはいろいろあるんです。いろいろあるうちの、そもそも企画が良くない、コンセプトが良くないっていうのが一番大きな原因である部分はあるんですけどね。その組み方に生の声が入っていたり、生の声を見ようとする感覚がないと結局ずれていっちゃうんですよね。ですから企画とかを作ったりとかするときに、まずその業界の、ないしはご自身が知ってる経験値、ないしはネット上で調べることができる調査内容だけに縛られないアイデアの作り方っていうのを今日はお伝えしてみようというふうに思ってます。はい。まずですね、その作り方の、ファーストステップなんですけれども、口癖になってる方はね、要注意っていう話なんですけど、なんていう言葉をそういう方はよく使うか、要は業界の既成概念に縛られる、考え方ですね。それは普通はとか通常はとか、なんとかさんはこういう状態でとかっていう話とかをよく言う方は要注意です。それは決めつけである可能性があるからです。本当の本当のところは結局お客様が答えを持っているので、聞いてみないとわからないので、予測値を立てるのは大事なんですけど、それが本当で今の時代の真実なのかどうなのか、ないしは自分が向き合うべきお客さんにとってそれは本当に正しいことなのかっていうのは聞かないとわからないんですよね。でさらに言うと、いや事前にそれを聞くのは無理っていう方は、リリース、実際のサービスをリリースした後にお客様の声を聞いて修正かけていくっていうやり方をしないといけないので、最初から完璧に作るっていうのは基本無理だと思った方がいいです。しかも業界の既成概念で作ってしまうと、結局業界の印象を踏襲する作り方になってしまうので、業界図で言うと、レッドオーシャンとかブルーオーシャンという言葉があるんですけどね、要は赤い海青い海っていう意味なんですけど、お客様もいっぱいいるんだけれども、サービスを提供する人も山盛りにいる、その需要と供給のバランスが崩れてるところは、血で血を洗う入り食いになるから、レッドオーシャンという言葉になってるらしいんですけどね。
それでレッドオーシャンで、ブルーオーシャンっていうのは青い海なんで、そういうところもなく自分一人で悠々と泳いで、注目をされみたいな形でやっていける楽ちんな、状態がブルーオーシャンの状態なんですけれども、これを結局規制概念に縛られた状態で商品作っていこうとすると、レッドオーシャンの中でなんとか、もがいてもがいて上に行こう、見てもらおうっていうことを作る状態になってしまうので、まずそこは本当に業界の常識は常識なのかっていうのを疑ってみるっていうことが大事なんで、先ほど言った普通は通常はっていうのを一旦禁句にした状態で、どういうサービスを本質的に提供できるかっていうのをやっぱり考えてみるっていうのが一旦立ち止まる部分で大事なことなんですよね。本当に私は業界が違うし、コンサルタントなのでいろんな業界の話とかも知った状態で引いた目で話を聞くことができるんで違和感を感じるんですけれども、その前提条件を作っていく上でですね、普通はとかなんとかのなんとかのこういうお客様はっていうのをものすごく決めつけてる前提があるんですよ、お話を伺ってると。でその前提があった上で、だからこの時間は難しい、だからこの金額は出せない、だからこのサービスは変われないとかね言うんですよ。でもそもそもこの前提が間違ってるとか思わないんですかっていう話です。間違ってるっていうほど強烈な言葉で言わないんですけれども、その前提条件はあなたが勝手にあなたの頭の中で決めてますよねという話です。本当の答えはお客さんしか持ってないので、10人中10人にインタビューしたらみんな同じことを言いましたって言ったらそれは真実です。だけれども自分が思ってるそうであるに違いないとか、そういった考え方っていうのは結局自分が作っちゃってる考え方なんで、それによって例えばアプローチをやめるっていうのを決断した場合に、一つ行くべき反則経路を失うことになる可能性もあるんですよね。だからあくまでもフラットでニュートラルで考えた場合に、そのサービスを好むであろう買うであろう人に当たりをつける必要はあるんだけれども、本当に動かしてみないとそれが支持されるかどうかっていうのが全然わかんないんですよ本来は。だからお客様の声を聞きながらよりいい講座を作っていくっていうのがやはり売れる講座を作る一つの大きなポイントになるので、完璧なものを作るよりはやっぱり6割ぐらいで出しておいて、あとの4割回覧の余地を残しながら、ブラッシュアップしていくっていうのが形としては一番おすすめです、はい、だからそのリリースをする代わりにですね、私は番教室だった時には新企画を立ち上げる前には必ずプレレッスンをやってました。でプレレッスンの反響と反応と感想を聞いて本講座を作るか作んないかを大体決めてましたので、潰した講座とかもあります。だから常にお客様は市場に出さないと支持されるかどうかすら本当は分かんないので、規制概念っていうのは私持ってなかったんですよね。予想はします、データは集めるし、こういう人はきっとこういう講座を好むに違いないっていう仮説は立てます。でもそれを証明するのは本当のレッスン、体験会とかイベントレッスンを組んで人が集まった時に聞いた声で、本当の真実を見るっていう感じになるので、だからあんまり失敗する講座が少ないんですよね。失敗する講座が少なかったと言えばいいのか、パン教室もやってませんから。それは声に即した形で作っているからです。講座自体を予測は立てますけど、本当にそれが人気講座になるかどうかは声を聞きながら修正と調整をかけていくっていう、そういうニュアンスでやってました。調べる調査が深ければそんなに外れはないんです。まずはだけれども声を聞くと微調整が見えてくるっていうのはやっぱり実地は大事だなっていうふうに思って見ているんですね。ですから完璧に作るために時間をかけて全然先に進まないよりは、こんな感じかって当たりをつけて外に出してみて反応を見て、で埋まった人には埋まった時にはその人たちから声を聞いて修正をしていく、これが一番多分早い方法でも、そんなにこれをねやってる人少ないんですよ。
いや全部ちゃんと作ってからじゃないと不安ですとかって言うんですけれども、私の場合にはある程度スピードを持って企画とかも作れる自信があるので、売れてから考えてもまだ間に合う、要は開口までにとか、それ自身に興味を持つ人がそもそもいるのかいないのか、こっちを調べることの方がむしろ大事、っていうふうに思っていたので、その前提条件があまりにもギチギチで、この人は買わないよねっていうのを自分で決めてしまうと、まず買わないですね。わからないけど反応を見てみる、聞いてみる、それによって、あ、そういう利点があったのか、その人にとっては、しかも、あ、この人にとっては全く響かないんだこの内容とかっていうのを検証しながら、見せ方、ホームページの見せ方とか文章とか内容を変えていったりとかするんですね。邪魔になるのは自分の固定概念です。時間帯だって午前中は人気ですよ基本だけど、もしかしたらエリアと内容によっては夕方とか午後とか夜の方が人気になる講座だってあるかもしれないんですよ。でも自分がもう日中しか来ないとか決めてれば、日中しか来ないことになっちゃうから、それ以上の人を集客しようっていう考えすら起きないわけですよね。だからこれ結構大事で、どういうふうに考えるかで集客経路とか見せ方が変わってきちゃうんですよね。まあ、属性の傾向は見る必要はありますけれどもね。で、その時に声を聞く時に大事なのがやはり質問力なんですよ。お客様の本音を聞き出す聞く能力の方が自分が喋る能力よりも結構大事になってきて、そこを聞き損ねると企画の作り方が、曖昧になるか、アバウトな感じになるかで、ピンポイントで刺さるように作っていけないんですよね。だから、何か企画を新しく考えてて、こんなの考えましたっていうのを私がクライアントさんに言われた時に、なんでそう思うんですかっていうシンプルな質問です。私がそう思わないからです。なんでそう思うんですか。いや、でも普通はっていう言葉をそういう方大体使います。いや、普通じゃなくて、今度作ろうとしているのは新しい講座で、新しい内容になるから普通である必要があるんですかっていう話とか、前提条件がかなりガチガチに決められちゃってる人に関しては、それ本当って私よく聞きます。要は本当っていうのは調査はしてるかもしれないけれども、個々のお客さんの感情から向き合った場合に、それは本当に真実なのかっていう意味で、それ本当って単純に聞きます。そうすると一瞬こう止まりますよね。え、本当も何も自分ってそういうふうに思ってたのがもう100%決めつけみたいな感じであるんですけど、そうすると私は、いや、それはまあ丸々さんってね、なんとかさんの考え方であって、私はそうも思わないんだけれどもっていう話。それはもしかしたら業界的には常識なのかもしれないけど、私は一般の外からの目で見たら、その業界自体の方の常識の方が違和感があるっていう話を伝えたりすると、ハッと気づくような話もありますね。ですから、アイディアを出す、ないしは新しい企画を作っていく時っていうのは、なるべく既成概念を外したフラットの素の状態で作っていくっていうのが、一番作りやすい作り方なんですよね。だから、これができない人は結局その劣等者の入り食いの中でどうにか頑張ってもがくしかないけど、この考え方ができる人はブルーオーシャンで泳ぐことができるようになるんですよ。だから、私の中で言うと非常識、飛ぶ常識と書いて非常識っていうんですけど、その考え方を持てるかどうかっていうのは、楽に集客できる一つの大きなポイントになるんです。楽に集客できるっていうのは、そういうものがなかったものを作る場合において、でもそれが求められるものだったっていうことが合致してできていれば、確実にお客さんは勝手に見つけてくれて、勝手に申し込みをされる可能性が高いからです。私のパンの時の講座でいうと、低糖質のパンのクラスはものすごく私は宣伝はしてなかったんですけれども、口コミで来た人がまた友人に教えてくれて、その友人がまた友人にっていうことで、割と集客はしやすい講座、ブログは何本か書いてます。だけれども、それを超頑張って集客をした記憶がないのが低糖質のパンの講座でした。それは探されるような内容になっていたからです。なんで、
業界の常識っていうのは、まあ、よく言いますけどね、業界の常識は一般から見ると非常識っていうケースもあって、そこを知りすぎてしまってると、お客様の気持ちに寄り添えないので、常識は常識で知っておく必要があるんだけれども、個々のお客様の要望をきちんと向き合って見つけていって、それを加工して講座にしていくっていうのが、やっぱり一番早くて正しい作り方だなっていうのを感じてますので、ポイントは「普通は」とか「通常は」っていう言葉をよく使う方は要注意です。それ以上のアイデアが出てこない、思考を、止めてしまう、まあ、ある意味あまりよろしくない言葉 になるので、ブレインストーミング、アイデアを新しく出したい時こそ自分の中で封印してみる2大用語になりますので、ご参考にしてみてください。それでは。